よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日のテーマはポップなティーン。はい、ポップなティーンでいきます。ポップなティーン、はい、で早速撮っていきたいんですけど、その前にタッタラーン、こちらのご紹介だけはまあ番組としてはしなければいけませんね。駒田わたるのコマスタグラムファーストフォトフレーム、こちら発売されました13日に。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。で発売前に重版も決定いたしました。ありがとうございます。おめでとうございます。嬉しゅうございます。これ今手元に持ってるものに関しましては、あの主婦の友社のオンライン公式ショップで予約いただいた方のみが手に入る表紙なんですけれども、あと裏もちょっと違うんだわ。うわ、この形にしたいって言ったのはもろん私。綺麗にやってくださいました。見てすごい、あー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 い、で、あーい、まあ、中身、中身こうなんだけど、田所さんいいな。いいやろいいやろ。あー皆さんいい表情だな。いいやろ。まあこれがね、これは良い。ぜひあのノーマルの方を買ってくれた方もたくさんいらっしゃると思いますし、こちら買ってくれた方もいると思うんですが、あこっちもあるんかという方、ぜひ手にしてもらえたら嬉しいですというところで、めちゃめちゃバリバリにモチベ上がってます。はい、その撮影したいと思います。あなたはちなみに誰ですか。坂木原ゆうきです。よろしくお願いします。イエーイ、イエーイ。本当にね、最近あくまちゃん一旦回収されました。回収されちまった。本当最近よくゆうきとは一緒になることが多くてですね、うんうん、まあ、めちゃめちゃよく喋ってるから、めちゃくちゃお話してますね。緊張はしてますか。まあでも比較的僕にしてはしてない方な気がします。ちなみにコメントここで読めます。お、本当だ、来ますね。そう、今日は初めての女の子が来ました。いや、はい、女の子嬉しいです。本当にずっと女の子じゃないんだからね。ずっと撮りたかったんです。声たっけえな本当に。じゃあ今度ね、時間がね、気づかぬうちにあっという間に過ぎちゃうんで、バンバン撮っていきたいと思います。はい、やった。なんとなくですね、あ、そうだそうだ、これも言わなきゃ。写真展、コマスターグラムのファーストフォトフレームに合わせて展開してくださっています渋谷の HMV モディ店さんで、結構デカデカとやってくださってるんですよ。連日なんか結構行ってくださっているようで嬉しいというのと、なんとカメラマンしてくださった、僕撮ってくれた丹野さんと鎌田さんもこっそり行ったと。で自撮りをしてきてくれました。あったよって言って撮って送ってくださいました。嬉しいですね。なのでそこも今も絶賛やってますんで、ぜひ足を運んでみてください。すごいおしゃれにあのレイアウトしてくれてるそうです。ほな、はい、行くか。はい、だいたいねセンターポジションがね、このライトここに当たるかなっていうところでいてもらえると助かります。全身撮るときだけちょっと一歩下がってくださいね。はい、まずバストアップ系でいくよ。小林さん笑っちゃいます。やべっす、笑っちゃう。じゃあ、いやいい、それがね可愛いのよ。あんた分かってんの。あ、でもね可愛いんだけどね、ちょっとヒクヒクするのやめて。よしよし、大丈夫、全然いける、全然いける、勇気できる子だから。あ、ちなみに今こんな感じの、ちょっと見えるかい。お、かわいい感じ、バッチリかわいい感じ。あれです。今もう完全にバストアップで攻めてるんで、あの、はい、気にせずいろんなポージングしてみてください。お、いいね、いいね、いいね。あ、ちょっとね、こっちの光が来ちゃうんで、影、はい、ちょっと左手のこのポジションだけ気にしておいてください。お、いいね、いいね。オッケー、作ってもらって前の方で、ちょっとね前の方に作ってもらえると目覗くのがねギリ、ちょっとでもこの萌え感も出したいもんね。ここかな。あーかわいい、やざと、あざと、ピント合わせるのむず。ちょっとここにポケットに手ギュッて入れてもらっていい。でちょっと思った以上にちょっと下に引っ張る感じ。そう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 。あー君似合うねそれ。ヒクヒクしたかもしれない。ちょっとだけ気持ちいい、こっち側に体を向けといてもらっていい。そう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 。うー、これは、あ、じゃあ今度全身行くんだけど、このポッケ入れたまんま、今ちょっと前のめりっぽくなってたのめっちゃ可愛いから、ちょっとだけ一歩下がってもらっていい。うん、
で全身いく。あ、意外とね勇気も背張るんだよな。もうちょい下がってでかつちょっとこっち側にずれてちょっと体を横にこう出しちゃう。横、そう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 。あ、いいじゃない。あ、いいじゃない。ちょっとほらかわいい。あ、かわいい。ちょっとなんか今日のパーカー選びはあるんですか。今日のパーカー選びはこのミルクボーイさんっていうところの服が何かいいのないかなと思って、すごい可愛らしい感じなんですよね。ほうほうほう。なんかそれですごくなんか可愛いけどなんかちょっとおしゃれな感じというか。なるほど。で何かないかなと思ったらこの子に一目惚れしました。この子に一目惚れしました感じで指さして、あーおまほんと可愛い顔してんな。ちょっともうちょい見せてごらん。あ、えい。あ、今のねちょっと顔直しましたかで、ちょっとギュッギュッってもう 目一回直してじゃん。あ、そう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 。あ、そういうねわざと直した感じも可愛い。あ、これ可愛い。で今度フードちょっと持ってもらっていい。でちょっと首元ちょっとこう隠すような感じ。あー文句ねえべこれ。あー文句ないよ。うわそういうこともできるようになったの。あー本当に笑っちゃったみんなねこの生放送ちょっと特殊だからね一切コメント拾ってあげてないんですけど、あの基本的にこうやってこれをやってますね。随時流れてくるからすごいみんな見てくれてるから。恥ずかしいなこれ。なんか恥ずかしいな。声高いな本当。じゃあ何しようかな。ちょっとパペット持っちゃおうか、せっかくだしな、はい、パペたち。うわなんかもう鬼に金棒って感じ。うわぁ勇気に人形だよ。ちょっともう一回センターに戻ってもらって、はい、バストアップいきます。ちょっとこの片方にそうアフレコしてますみたいな、アフレコじゃねえんだね、喋ってますみたいな。あ、そう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 、そっちの方見てていいよ。あ、そうそうそう。あー、みんなこれはうわまずいね。これかわいいね。うわあー、何やってんのあんた、中殺してんの。あーこれまずいって。あー、中殺してんの。もう見せてごらん、もっとほら。ちょっと今のくしゃくれ、今のくしゃくれ。あーな、勇気が恥ずかしくなっちゃってんの。あーい、あー勇気ごめん、ちょっと向きだけ今の同じ顔で、はい、ちょっとこっちに向いてやっといてもらっていい、はい、いや、うまいよ勇気。で、ちょっと今度パペットほっぺ側にちょっと寄せといて。あー、はあ。まあ、ただまたこの覗き穴が曇って見えねえ。俺のせいや。違う、お前のせいや。あー、うまい。でちょっとあのそれ口開くタイプ？これなんか口が駆動しない。あら。あ、いや、あ、いける。こっちの子はいけます。いけんじゃん。ちょっとそれであーってやっていて。あーあー、これは見てる人の同じ顔ですわ。あーだ。見てほらコメント。口は駆動しないで笑ってる。口が駆動しない。今日のコマちゃん保護者かな。まあそんな気持ちではありますよ。じゃあちょっとだけもうちょっと使いたいな。それ持ったまま、はい、これ持ったまま、はい、あ、じゃあこれを使います。でここに勇気は座りません。隣にちょっと体育座りしてもらっていい。隣に体育座り、うん、クマ座るからそこに。うわこれギルティーな設定だな。うわこれは大変。いくよ。謎の笑い。これはポップなティーンだわ。はい。あ、いいね。めっちゃいいじゃん、めっちゃいいじゃん。ちょっと顔がパペットに隠れすぎないようにだけ注意しておいて。あ、オッケーオッケー、ナイスナイスナイス。ちょっと片方の足だけ出しておくか。どっちでもいいよ。あ、いいねいいね。すごい。ちょっとクマと
クマとあの通所撮ってます感をちょっと強めに出してる。パペットは意識しないでクマとちょっと通所撮ってるかも。クマこれ見てる人は今少なからず私は今クマになりたいってみんな思ってるよ。うわーかわいい。勇気自体はさ、その可愛いイメージ持たれるのってどういうの？いや、僕は可愛くないですよ。そんな可愛くはないですよ。は？は？めっちゃ、え、なんだろう、今の一言で一気にちょっと攻撃的になりそうなの。なんかちょっと、得体の知れない体温の上昇がありました。それは興奮って言うんだよ、勇気。まあ、でもいいよね、なんかそういうイメージを持ってくれるとさ、なんかそういうキャラが来た時でもやりやすいもんね、うんうん、役とか。じゃあ今度ゆうき座っちゃっていいですそこに、はい、でクマをちょっと足の間にちょっと置くような感じでしょうか。あ、いたえ、想像していたよりもなんかあの低かった。すごい、あのすごい新体操やらせみたいな。あ、そう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 。あ、めっちゃなんかこれなんか面白いまとまりだな、いいな。ちょっとね顔をねこっち向きの方がいいかもね。あ、そう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 。あ、うん、ゆうきどっちの顔の方がよくやっちゃうなとかある？なんか、あ、空いている分、うん、こっち向きをやってしまうような気がしますね。あ、そう、うんうんうん、なるほどね、あの髪の分け目がってこと。そうなんです、そうなんです。確かに結構ねこのアングルねまとまりいいかも、うん、正解ですね。ちょっとだけ足出しちゃおうか、ピョーって。そう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 、揃えといて。揃えとか、うん、揃えて出しといて。で、あー、いいねいいね。で次クマが倒れそうになって、あーってちょっと慌ててるような、倒れそうになった、そう小芝居を。ああ、そう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 、そうだよ君、そう。うわ、かわいい。笑ってしまう。ダメや、恥ずかしいね、勝って。あ、いいねいいねいいね。で、ちょっと俺にパペット飛んでっちゃった感で、はーって顔しながら俺にパペット投げて。パペット飛んでっちゃったか。俺にパペットを投げて。せーの、パペット。あ、めっちゃいい写真撮れた。あ、すごいいいじゃん。で今度 両手でパーってこのワニの方も一緒に飛ばして、うんうん、両手両手でちょっと気持ちだけど こっち右側に飛ぶと嬉しいから、うんうん、はい、いくよ、せーの、はい、しくった。すまんね、ワニさん。すまんね。もう一度、あの、お前も、あ、お前もいなくなっちゃうのみたいな感じで飛ばしてくれると嬉しいかも。はい、いきます。はい、どうぞ。あ、顔が隠れちゃったね、ゆうきの。なるほど。高く投げすぎてはいけない。そうなのよ。ちょっと難しいんですけど。はい、じゃあ、せーの。あー、惜しい。よし、ラストトライ。ちょっと気持ち上の方に飛ばす感じでしょうか。で、飛ばし方としてはこう飛ばすと手かぶっちゃうから、パンパン、ちょっと難しいけどね。はい、ちょっとやってみて。さっきね、こっちユニコーンは完璧だった。いきます。せーの、はい、完璧。 OK、 取れた。ありがとうございます。取れました。まだいける、まだいけそう。まだもうちょいいける。お、まだいけるね。いや、この子たちよくやったわ。ありがとう。よくやった。すごい抱き方してるね。おやすみ。おやすみ。ここら辺はまだ使わなくていい気がするな。後半に使いたいな、これもな。あ、じゃあこれで遊んでんな。余裕あるな。余裕じゃん、いいことだよ。で、ちょっとこうやって置くから、はい、うんうん、横からちょっとこう覗くような。なるほど。これがね、問題、光がそこまで入るかどうかだな。なるほど。
そういうことか。そうなるよね。そうなるよね。ふむふむ。ふむふむ。ここだってもう光から隔絶された空間ですよね。そうなんだよ。なるほど。光から隔絶されてんだよな。光からよ。すごい、めちゃくちゃ専門設備が並んでいる。いっぱい持ってきてるからね。おお、それはライト。追加のライトさ。こいつをここに構えてやったら出るかな。なるほど。お、いけそうじゃないか。お、こいつをここに置いてですね。ユニークですね。こういう携帯できるライトを僕は愛用してるんですけれども、こいつをここに置いて照らし、そして打つ。あー、顔に光が入ってます。ちょっと気持ちなんだけどやりづらいんだけど、若干箱に入れてもらっていい？顔箱に入れる。うん、ごめんね。そこまで飛ぶとちょっといい感じかな。チーズ。あー、いいじゃん、いいじゃない。いっちゃ、チーズ。お、かわいい、かわいい。チーズ。じゃあ今度普通に箱1個持ってもらっていい？箱を1つ持つ。うん、クマはね置いてもいい。ほ、こいつちょっと一旦お休みしててもらおうか。あ、さよなら、はい、クマ。よいしょ。これは正解じゃない気がする。なんかね、なんかね、ここの色合いだけで見たらなんか一瞬佐川急便みたいに見てる。ちょっと上げてもらって、はい、もっと上げてもらって、ちょっと重いんだけどね。でちょっとひねってもらって、でこっから覗かせる顔をフレームの代わりにしたい。でこっちにちょっと抜いといてもらって、いけっかな。ドヤ顔。あ、全然いける、全然いける。ちょっとだけずらさせて、ここ。はい。よ。謎のドヤ顔。謎のドヤ顔。あ、でも結構これはこれでいいな。あー、かわいい。すごい目に綺麗な光入ってるこれ。不思議。あー、いい顔、いい顔してる今。ちょっとそのまま行こう。あ、そう。いい顔してる。いいよ。ちょっとさ、ウインクできる？どっちか。ウインク。あ、両目つぶりそう。両目つぶりそう。ちょっとトライだけしてみてもらっていい？せーの。白目向いてない。ちょっとあのピクついてる。いや、ちょっとそれでもう笑っちゃった、笑っちゃったでそのまましてて。ちょっとだけ、もうちょいだけ、ごめん、斜めに。はい。いく、はい。ダメみたい。かわいい。ウィンク能力はなかった。めっちゃかわいい。これ今度ここに乗せてもらって、あの顎乗せる感じで、ここから切ってるからなんかちょこってこう乗っかってきてるんだよみたいな顔を撮りたい。あ、いいね、いいね。かわいい顔してんね君。よく言われるでしょ俺に。かわいい。あとどうしようかな、ラスト一発なんかめちゃめちゃいいの撮りたいな。どうしようかな、これ重たいからちょっと回収しよう。あ、さよなら箱。箱回収して、うん、くるっ、ちょっと振り返りをもらおうかな。くるくる。あ、いいね、いいね。そっちの方がいいんだ。あ、そっちの方がいい。さすが。今ね、ちょっとこれ見ると分かるんだけど、うん、ちょっと背中気持ち丸く見えるから、うんうん、思った以上に張ってもらって右肩を落とすようにこう回ってくれると。右肩を落として、あ、そう、うまい、うまい、うまい。あ、ごめんなさい、白目です。はい。あ、めっちゃ濃い、めっちゃ濃い。でこれもうちょいここだけちょっと引っ張る、そのまま体ごと引っ張られて。そう、うん、あ、すごいいい顔だ。全身ももらっちゃおうかな。全身ちょっと少ないからね。ちょっとごめん、背高いんだよな。ちょっと気持ちもっと後ろ行ってもらっていい？もっと、もっと。さらに。そう、ギリギリまで行っちゃって。はい。で、
そのままもう最後は全身遊びです。もう好きなポーズしてもいいよ。はいはいはい、あれあれそれごめんごめん、もう一回それもう一回それやってもらっていい？あれごめんねごめんねごめんね、それってさ掛け、あ、そうだよね、そうだよね、ちょっと髪色と雰囲気ちょっと感じたんだよね。特に何とは言わないけどね、スタッフも感じてるみたいなんだけどね。オッケーオッケー、あーいい、そのままめっちゃ笑ってめっちゃ笑ってめっちゃ笑ってる、あーそうそうそう。ちなみにゆうくん今何やってたの？今なもう一回こっち側に体向けといて、テッテッテッ、オーケーラスト、あお疲れありがとうございます。じゃあよいしょ、この椅子をよいしょよいしょよいしょ、じゃあちょっとコメントをねこっちに持ってきますよ。はい、めっちゃ面白いな。最後のはね特に見なかったことにしましょうね。そうですね、楽しかったですね。楽しかったですね。ね。とても楽しい撮影だな。よいしょ。じゃあちょっと、はい、死ぬほど撮ったんで、はい、一旦見ていきたいと思います。僕こんな笑ってるの初めて見ました。俺もあんまイメージなかった。僕すごいなんか写真写る時とかに緊張しちゃってなんか笑えないんですよね。そうだよね。あ、そうなんですよ。全然笑えなくて、なんかなのですごい友達とかに、なんでお前写真写るときいつもなんかちょっと決めてんのって言われて、やっぱ言われる。そうなんですよ、なんかちょっと済ましてないって言われて、なんでみたいな。そうなんですね。これ可愛いんですけど、お見せしたいと思います。どうぞ。可愛い。ありがとうございます。やっぱ可愛いのよ、ちゃんと本当にちゃんと可愛い。この無邪気スマイル、多分ほら見てよこれ、ほらもうコメントブワー。これ恥ずかしいな。この番組ね、俺本当にコメント拾わないんだけどね、すごいコメントくんの。でもほとんどコメントが来てるところをさ見れてない、ここにやってる時。ありがとうございます。嬉しいの、ほらノーベル平和賞もらって。ノーベル平和賞、ね、ちょっと嬉しいね、ありがとうございます。じゃあちょっと他のもどんどんお見せしましょうね。これね、これ可愛いんだよな。これ可愛くない？これ良くない？すごい自然な表情してる。すごい。僕がこんな自然な表情をしていることがあるんだ。じゃあ自然な表情、表情じゃない、表情と。可愛い。すごい。まあ、ちゃんとね目にピントが合ってるんで、あの綺麗にもうボケた感じ見えてますけど、めっちゃ可愛いですねこれね。文句なしでしょ。いやー、いい顔してる。やっぱ髪色もなんか合ってんね、顔に。今日なんかいい感じに、良、うん、かったです。まあ、全然テイなだけあるよね。はい、ありがとうございます。続いてがあ、ここら辺がね可愛いんで、あざとくて、これこのこれはね、俺がやってもこうならないっていうのはこれ。覗いてるやつ可愛い。これ前かがみに見えるけど、実際ね体自体はこう横にこういってるっていうね、うんうんうん、感じですもんね。確かに確かに、見た目的にはこうなります。かわいいでしょ、うんうんうん、これかわいい写真です。ありがとうございます。ありがとうございます。みんなほら天使天使って、ほら パパありがとう。いいよ、そのくらいいいよ、もう全然。今日はね息子のお遊戯会撮ってるような感じ。この顔もねめっちゃいい。これ仕上がってるよな。これいいよね。なんか珍しい表情。あれみたいな、ひょろって顔してる。なんだろうって顔してる。クリクリしててね。なんだろうなんだろう。ちょっとご覧ください、どうぞ。これって。いやいいでしょうこれ。